で次一番目にいい曲披露してくれたウジュソニョね。もう私個人的には今回あの前半のステージだったら一番好きだった。なんかさダンスも良けりゃ歌もすごいし、しかもさアレンジも結構わざと変えてきててそれが良かったんよね。うん、そうだね。あとさそのやっぱさ一時でさ一時ステージでその砂時計割れたアクシデントがあったじゃん。うん、うん、でまあ本人たちはさその練習の時とかもさなんかちょっともう過ぎたら笑えるねとかとは言ってたけど、一回その気持ち新たにさその砂時計からスタートしたじゃんまた。うんうん、うん、なんかそういう前回のなんかトラブルみたいなのをはなんていうのプラスに変えるみたいなとこも良かったよね。あ確かにそれはさなんか話してる時から言ってたけどすごいいい考え方でなんか私も参考にしようって思ったわ。そうだね、あれは人生に取り入れられるよねすぐ取り入れようとするかねアイドル好きでね。うんうん、そう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 。あ確かになんかさ最初のイントロのところで砂時計が割れててその割れたところから砂が出てて砂をあの水的なやつに入れたらなんかフワーンってなるね最後抽象的だからやっぱなんかもう繋がっとるってことよね前回から。うんうん、しかもさなんかわざと割れてるっていうのがいい演出だね確かに。うんうんうん、そう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 、なんそうなん、あれは元からそういう演出でしたよみたいなそういうスタンスだもんね。確かに本当だ、そうだね。いや確かにそのてかそもそもそのイントロの始まり方も良かったよね。確かにちょっとさしかもなんかモノクロな感じから始まってさ、うんうん、うん、なんかちょっと怪しげなさ雰囲気から始まる感じがすごいいいよね、うん、なんかさしかもナビレラってすごいさ青春のさ MV みたいな感じだったじゃん元のやつが。あそっかそっか、そうだね見たね。うんうんうん、そうユチンのねすごいいい感じのなんか爽やかな感じの曲なんだけど結構そのコンセプトをさちょっと強めにしてダークな感じにしてるけどなんか割とさこういうキングダム系とかクイーンダム系って結構そういうダークっていうのはよくあるんだけどでもなんかでもすごい良かったんよ。うん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 、わかるわかるわかる、なんかウジュっぽいっていうか、うん、ちゃんとウジュがやるダークみたいなね。そう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 。あとはさやっぱり個人的にはあのほら歌の張り上げがすごかったじゃん。いやーすごかったね。ヨンジョンさんのねもうほら私プジュ1見とるからシーズン1の。うん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 。絶対クイーンダムで叫ぶだろうなって思っとったん。予想しとったんだ。そう。そしたら見事に叫んでくださってさしかも、うん、叫ぶ回数結構多くてさ。確かにね、なんか一回叫び終わってちょっと落ち着いてダンスパート挟んだ後また叫んでらっしゃったね。そうそうそう。でなんならその1回目叫んだ時もわーうわーでさなんか2段階好きでしょ太郎さん。大好き2段階高音大好きだからね。そう大好きだ。もうニチプ2のねあの高塚ひろむくんのアゲハといいねいやでもほんとそういうさもうなんだろうねこの高音でわーって鳥肌立つような感じ大好きだから、うん、やってやりよったみたいな、うん、いやーあれはもうほんとすがすがしいっていうかもう聞いててめちゃくちゃ気持ちよかったね。そうだね、あそこのボーカルの感じはこてか高音高いんだろうね。あの宇宙みんな歌うまくない結構。いや思ったそうだね。ねーすごいね、ダンスもうまけりゃ歌もすごくて、うん、しかもさヨルムさん今回良かった。あそうもうねヨルムさんめっちゃ好きになった。わかる、ヨルムさんあんなもう膝くるくるやってて絶対膝あざでいっぱいできてるだろうにさそこでもすごいやってたじゃん練習。そうだねそうだね。しかもあの先輩のさ、うん、ほらモネク先輩が来てさなんか丁寧に指導してくださってその時の動きを完全にやってたじゃん。うんうんそうだね。ね、なんかすごいその成長みたいなのあの短い間で見れてさ、ヨルムさん成功したよしよしみたいな。うんうん、わかるわかるわかる。ねすごいかっこよかったね。いやめっちゃかっこよかった。なんかもう本当にヨルムさんのダンスちょっとこれからもめちゃ注目したいわ。今回はできたみたいな感じだったもんね。うん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 。これからのさクイーンダムのステージもさそういうのいっぱい欲しくない？ダンスもすごきれい、歌もすごいみたいな、なんかどっちもできるのがウジュの良さみたいな感じじゃない？うんそうだね、本当に今回のステージですごいそれを感じたから、うん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 、これからもねそのどっちの強みも生かしたステージみたいね。でもさ一番手だから、一番手ってやっぱ結構フリっぽかったじゃん前回の一次ステージ見た感じだと。確かにね、ビビジ先輩我々はすごいいいなと思ったけど、なんか一番目ってだけでなんかちょっとね評価的にはあれだったしね。そうそうそう、まあその現場評価はその悪くは全然なかったけど、その本人たちのやつね、出演者評価のやつ、うん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 、あれね結構謎に包まれてたよね。まあ
難しいよね。うん、難しい。でもね、宇治はそうじゃなきゃいいよね。そうそうそう。で、あとはさ、もう YouTube でさ、公開されててさ、ステージ。うん、うん。今のところね、一番再生が多いのが3組中、やっぱ、いだれさんなんよね。うん、そうだね。でも、あ、でもさ、さっきさ、さっき、宇治と若干差があって、いだれがちょっと強いなって思ったんだけど、今見たら1番ぐらいしか差はないから、もしかしたら宇治といだれが今2強って感じなのかな？あー、確かにもう競ってるね。そうそうそう。で、次はさ、第2次ステージの後半戦だけど、まあ、まずはケプラーちゃんがさ、もうなんかさっきも言ったけど、予告では明らかに泣いてるから、どんな感じになるのか。でも、シャオティンが無双してると噂もあるじゃん。うん、いやそうだね。なんか予告でもすごいなんかキメキメシャオティンが登場してたしね。わかる。なんかさ、あの時の顔のシャオティンさ、ちょっと社交ダンスっぽさがあったよ昔やってたやつ知らんけど、なんとなくステージみたいな、なんつうの、スンみたいな感じのかっこよさ、うん、あ、確かに確かに。あとはビビジ姉さんたちのさ、あの単語的なフラメンコ的なさ、あのさ、ビビジはさ、やっぱりあの衣装を着たうなさん超可愛くない？いやー、うなさんマジ可愛いよねそう、可愛い。なんかもう頭にさ、なんかリボンとかもつけてお人形さんみたいな。いや、わかる。お人形さんが動いとるんよね、完全にわかるわかるわかる。で、今回はさ、やっぱビビジ姉さんたちはさ、前回の出演者評価が悔しかったっていうのがすごい3話でさ言ってたからさ。いや、そうだね。なんかもう結構尾を引いてる感じしたよね。うちらそんなことないよって言いたいよね。いや、わかる。ほんと言ってあげたかったね。で、最後ね、ヒョリン姉ね、ヒョリン姉も演出がさ、入りが完璧じゃない、正直。もう、ヒョリン姉も浮いてらっしゃるんよ。そう。ヒョリン姉いないいない、いたみたいな感じすごいよね。猫ちゃん、猫ちゃん好き、何ですかね、何あれ、セーラームーン。いや、わからん。ルナ。俺、ルナ、サーカスかと思ったよ、俺は。もう確かに。もうすっごいピンヒール履いて宙に浮いてるから、もうすごい怖くて怖くて。確かにあれすごいよね。うん、すごいマジで。いや、だから明らかにやば、もうすでに演出すごそうだし、うん、なんかそのスポ的な映像を見ただけでも、あ、これすごいなってなんかもう思ったじゃん。思った思った。しかも大して長くないのに、その見た映像も。うんうんうん、そうだね。そう、でも絶対かっこいいじゃんって思ってるから、絶対かっこいいよ。いやー、もうそうだね。もう今回もめちゃくちゃかっこいいだろうね。てかさ、もうみんな良くない？みんなすごい上手いから、やっぱステージ評価するの難しいね、順位つけたりさ。ね、確かに。だってさ、今回さ、前半の3組終わって、前半の3組めっちゃ良かったなーと思って、後半誰かなと思って見たら、え、後半もめっちゃ熱いじゃんみたいな。うんうんうん、だ、結果6組とも素晴らしいんよ。わかる、ね、なんかさ、どんどんさ、こういうさ、まあ、キングダムの時も思ったけど、ステージ見ていくとさ、みんな優勝だからさ、もういいよ順位とかってなってくるよね、うん、いや、ほんとほんと、勝手にもう M でやめて、そういう順位付けみたいな。うん、でもそう言いながら見てしまうね、うん、結局 M根の手のひらで転がされとるからさいや、そうなん。でもさ、うん、あのちょっとやめてほしいなって思うのが、現場評価のあの順位の感じ嫌じゃない？自分より上下みたいなやつ。あ、本人たちで決めるやつ。そう、なんかさ、本人たちで決めるのは別にいいと思うんだけどさ、うん、なんか良かった2組とかそれでいいじゃんって思っちゃうんだけど、なんかあえて下とかいう感じがめっちゃ M根で、すごいそれが嫌だ、うん、そうだね。なんか上は選ばんでもいいけど、下は絶対選んでみたいなのも本当にわけわからんよねそう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 まあそこだけちょっと改善されてるといいなって思ってるよね。うんうん、そうだね。で、以上でね、こうやってクイーンダム3話見てたけど、まあ今回もステージ3つで盛りだくさんだったね。いや、そうだね。やっぱ本当にステージ見ると満足度が高いね。そう、やっぱ素晴らしいからさ、ステージが。うんうん。で、まあさっきも言ったけど、あとは予告でね、後半戦のね、ステージがどんな感じかっていうのが気になるよね。うん、本当にそうだね。まあだからさ、次の第4話が楽しみだよね。そうだね。